基本的な海域の区分。内水は陸地側から見て、気線の内側にあるすべての海域である。内水、内水の海底とその地下、および内水の上空は沿岸国の領域の一部とみなされ、自国の内水において国家は領土における領域主権と同程度に排他的な権利を行使することができる。例えば領海においては、 他国の無害通行権を認めなければならないが、内水においては、基本的に他国の無害通行権を受任する必要は、ない。ただし、直線規制方式の採用により了解、または公海であった海域を新たに内水として、取り入れる場合には、例外的に他国の無害通行権を認めなければ、ならない。こうした原則的な内水の地位を除いて、内水における、 沿岸国の管轄権の詳細に関しては、基本的に条約等で定められてはおらず、その多くの部分は国家間の観光に委ねられている。濃い青で示した海域がフィリピンの群島水域。基線は、領海、接続水域、排他的経済水域、大陸方の幅を測定するための汽船点となる線のことであり、群島基線方式の場合を除いて、 陸地側から見て気線よりも内側が内水となる。線の引き方に応じて、通常気線、直線気線、群島気線に分けられる。通常気線は、大縮尺海図上の停止予線に沿って、線を引く方式であり、この通常気線方式が最も古くより、採用されてきた気線の引き方である。直線気線は、海岸線が複雑な形状の場合に採用される、方式であり、 1951年に、ノルウェー漁業事件において、国際司法裁判所が、ノルウェーの海岸線の特殊性に鑑み同国の直線規制方式採用を認め、1958年に採択された、領海条約第4条にも取り入れられた。通常規制方式を採用していた国が、直線規制方式を採用する場合には、通常規制では、 内水と見なされなかった海域が内水として扱われることになり、その内水部分においては領海においてと同じように、他国の無害通行権を認めなければならない。軍刀基線は、多数の島で構成される、軍刀国家にのみ認められた基線の引き方で、軍刀の最も外側に位置する島々を直線基線方式で結ぶ方式である。 他方式の領海基線と同じように領海などの幅を外側に向かって測定する規算点となるが、軍東国家の場合には、軍東基線の内側ではなく、各島に引いた閉鎖線より内側の水域が内水となり、閉鎖線と軍東基線の間にある水域は、軍東水域となる。基線は前述の通り停止予選が基本となるため、 海岸などにおいて満潮時に海水面に没しない、陸地に接続し、かつ干潮時に海水面上に現れる土地も領土である。これらの部分が自然の潮積により海中に没した場合、当該部分は内水である。低潮高地の領土性については、国連海洋法条約に規定はなく、争いがある。低潮高地の全部、または一部が本土、または 自然に形成された島の低潮船から12回り以内にある場合、その低潮船はその本土や島に属する通常汽船とすることができる。それ以外の低潮高地単独では領海及び排他的経済水域の汽船を設定できない。低潮高地に満潮時に海水面に没しない、高級的な工作物を設置しても、国連海洋法条約上の島とはならないが、 それが本土、または、他の自然に形成された島の停止汚染から12海里以内に、ある場合は、直線規制の起点とすることができる。具体的に内水に該当する水域としては、湾、港、湖、運河、河川、川口、内海が挙げられる。ただしこの内湖、運河、河川は、内水として区分されることはあるものの、条約などで、 特別の制度が設定されていない限り基本的に、制度上は、陸地部分と同一のものとして扱われ、内水制度が適用されることはない。アメリカ合衆国のチェサピーク湾。湾口幅12海里湾とは、湾口の幅に比べ奥行きが十分に深く、湾口に引いた直線を直径とするハニエムの面積よりも、湾入部の水域が広いものとされる。 これを満たさない湾局部は単に沿岸となる。海岸の形状が深く湾入して切り込んでいる湾の場合には、領海基線は通常基線方式ではなく湾口の幅を基準とした直線基線方式によって引くことになる。湾内すべてが沿岸国の国の内水となるためには、その湾の海岸が単一の国にのみ属していて、湾口の幅が十四海里未満であり、 かつ湾口を直径とする半円より、湾内の面積が広くなければならない。このような基準を超える湾であっても、沿岸国が平穏かつ長期的にある水域を内水として扱い、これに対して他国の反対もない場合には、歴史的湾としてその湾内全域が沿岸国の内水として認められる場合もある。例えば防波堤のように、 領海の限界を確定する上で港湾の不可分の一部を成している最も外側にある高級的な港湾工作物は海岸の一部を構成するものとされその内部にある港は内水とみなされる。沖合にある施設や人工島などはここでいう高級的な港湾工作物には該当しない。沿岸国は海難事故や遭難といった 不可抗力の場合を除いて外国船を港に受け入れる義務を負わない。日本の瀬戸内海。外名とつながる二つ以上の海峡を持つ閉鎖された海域のことを内海と言い、その沿岸が単一の国にのみ属する場合にはその海域を沿岸国が内水とみなすことがある。こうした海域について条約などに明文の規定は存在しないが、 例えば日本の瀬戸内海について、敵佐田豪事件大阪高裁判決は、歴史的湾の法理を類推して、内海の沿岸国が、長期にわたる慣習によってその水域を内水と、みなしてきた上、他国もそれに対し公式に異議を唱えていない場合には、沿岸国はこれを、自国の内水とみなすことができるとした。日本は、政令で、紀伊日の岬灯台から、 鴨田岬東大まで引いた線を領海喫線とするなどした上、領海法第2条第1項において、瀬戸内海を日本の内水と命定している。沿岸の領土が単一の国にのみ属する国内河川は内水である。これに対し、沿岸が複数国で構成されるか、または沿岸国が自ら国内河川を外国船の通過交通に開放している場合は、 国際河川となる。河川が直接海に流入する場合、河口を横切りその河川の両岸の天使を線上の点の間に引いた直線が、領海基線となる。河川が三角州に流入する場合については、条約等に明文化されていないが、通常は湾における内水の制度が巡用される。つまり、川口の両岸が単一の国に属していて、かつ、 河口の長さが24海里未満である場合には河川の三角口の外縁に直線規線を引いて河川上流側を内水とすることができる。内水にある外国船舶への沿岸国による管轄権の行使には一般原則として公平性と乱用の禁止が要求される。内水に滞在中の外国船舶には沿岸国の裁判管轄権が及ぶ。ただし、 船内の秩序維持に止まる事案であり、かつ、内水の沿岸などの平穏を侵害しないものについては、依然として、船舶帰国の管轄権が及ぶ。もっとも沿岸国の管轄権優越が観光であり、例えば奴隷が脱走し沿岸国に引き渡された事件では、奴隷的拘束が沿岸国で違法であるため、外国船舶を捜査、船長を処罰した事例がある。また、 船内の秩序維持に止まるといえども、殺人など重大な事案についてはやはり沿岸国の管轄権優越とする立場がある。またこの立場は、基本的に内水にあっては、沿岸国が管轄権を行使しなかった場合に、船舶帰国の管轄権が行使できるとする説にも矛盾しない。これに対し、内水にある軍艦、飛翔業目的の政府船舶には、 沿岸国の裁判管轄権は及ばない。ただし、この法理は、軍艦、政府船舶から沿岸国へと上陸した人員にまで及ぶものではない。これら内水における沿岸国の管轄権の行使は、直線規制の採用により拡張された内水の部分における無害通行権を実質的に害するものであっては、ならない。これに対し、通常規制により、 陸側の内水の部分については、群島水域にあたる場合を除き、無害通行権そのものが存在しない。群島水域はその例外にあたる。基線参照。ABCDEF 山本、352ページ。ABCDEFGH つつい、260ページ。小寺、252ページ。ABCDE 山本、356ページ。 ABC つつい60ページ。AB 杉原125ページ。AB 杉原133ページ。AB つつい76から77ページ。国連海洋法条約第13条。国連海洋法条約第7条第4項。ABCDE 杉原130ページ。AB つつい353から354ページ。杉原。 129から130ページ。山本35、353ページ。ABCD つつい、322ページ。AB 山本、354ページ。山本、354から355ページ。ABC 山本、355から356ページ。 http://lipository.meijigakuin.ac.jp/.dspace/.bitstram/.10723/.1373/.1/. 国際3489から 99pdfp90 多旗488ページ h t t p ラッ p o s i t o r y m e i j i g a k u i n a c j p d s p a c e b i t s t r a m 1 0 7 2 3 1 3 7 3 1国際3489から 99pdfp95 国連会用法条約第8条及び第24条第1国連会用法条約 第8条、ありがとうございます。